15分前後ぐらいやって、もしかしたらまた後でやるかもしれないです。見てください。やったらよろしくお願いします。そんな皆さん、そんな皆さん最近ハマってることありますか？皆さん何かハマってる、これハマってるんだよねみたいなことあります？皆さんあるかな？あります？どうだろう。あるかな、何か、これハマってるんだよみたいな。あゆは料理にハマってます、最近ずっと。あゆのメールとか撮ってくださってる方は分かると思うんだけど、本当にハマってるんですよ今。2番目にハマってます2番目って、あ、星を見ること、いいですね。あゆもね、何歳の時かな、何歳の頃か忘れちゃったんだけど、小学生の頃かな、多分小学生か中学生のどっちかの時に、そう、小学の高学年ですね。それでも小学校高学年か中学生の時に、そう、家族で夜になんか流れ星が出るみたいな時に、家族で海まで行って、そう、暗い場所、やっぱ星って暗くないと見えないから、海まで行って、そう、車でパパが運転してくれて海まで行って、そう、夜流れ星を見たっていうそう、見ました。いいよね星って。あとはポジションの MV 撮影の時も星を見て、綺麗だってみんなでなってたの。そう、 MV 撮影の時のみんなで、そうですね、すごい綺麗、その時も、満開、星満開みたいな、そんな感じですごい綺麗でしたねでしたねっていう。はい、星いいよね。あ、ドラマ、まあそうだよね、ドラマ、愛もドラマが一番かもしれない。そうだね。でもね、そう、料理ハマってる、今日も作るかなって感じぐらいハマってる。そう、いいよね、いいよねっていいね。でね、最近今ずっと気になってるんだけど、前髪のね、ここ、あ、ちょっと光になっちゃったけど、ここが、ここの真ん中の部分がなんか最近分かりやすいのっていう報告どうでも、みんなからしたらどうでもいいかもしれないけど、すごいいつも分かりやすくて、なんかここ最近嫌なんだよね。そう、え、でも小学校の低学年の時まで、そう、あ、中学年の時ぐらいまでずっとセンター分けだったんですよ、なぜだか。今じゃ絶対やらないであろうセンター分けで、多分跡がもうついちゃってるんですよね。そう、長い間センター分けをやったもので、そうそうなの、カッパーンってしてたカッパンだったから跡がついちゃってるんだよね。そう、悲しいそんな最近です。うんですね。そう、なんでだろうね、なんでだろうってぐらいセンター分けだったで、多分小4くらいの時に前髪作ったかな、多分小3くらいまではね、多分ね、センター分けだったと思う、多分ね。そうで、なぜだかなぜだかわからないんだけど、多分その時に自分の中で流行ってたのだと思うんだけど、なんかさ、このハーフツインの位置わかる？みんなハーフツインの位置で、この片方側ね、片方側だけハーフツインの位置で片方だけ結んでるっていう自分で朝
結んでここだけね、こうやってここら辺だけこうやってこう結んで、あ、ここら辺全部取ったかな多分。そう、なんかハーフツイン、片方ハーフツインみたいな感じのをやってたっていう 今じゃ考えられない、今じゃそんなさできないし、そんなアレンジすらできなくなったし、絶対にやらない、なんて言うんですかね、アレンジ法だし。だからなんかね、多分その時に流行ってたんだろうなっていうイメージ そう、やってたね。なんかいろいろああいう面白いことやってたかもしれない あとね、小6の時になんか、そう、仲いい、なんかすごいそういうの好きなお洋服のブランドを、そう、着てるお友達が転入生の子でいて、仲良くなって、転校生、転入生か、転入生の子で、そう、え、ここのブランドアイも好きみたいな感じのお洋服を、感じのじゃないな、のお洋服を着てた子と、もうほんと転入早々仲良くなりまして、その子が転入してきた次の日くらいからもう仲良くなっちゃって。そう、一緒のクラスじゃないのに、しかも、そう、一緒のクラスじゃなかったけど、友達をたどってこう仲良くなって、そうで、その子が前髪上げるの流行っててっていうか、その子が前髪上げてて、であゆは今まで上げたことなかったけど、そう、なぜかそれをきっかけに上げ始めて、でしかもその子がやってた髪型がツインテールの前髪上げだったんですよ。その子にすごい似合ってたんです。だゆなんか後々、そう、この間、この前その写真を見返した時に自分に似合ってなかったっていう そう、ツインテールして前髪上げてみたいな、そう、なぜだかやってました、不思議な髪型を。わかんない、どうなんだろう、愛の中では多分前髪上げるのあんま好きだ、多分その時は好きだったんだけど、だって、ね、そうだよね、小学校低学年センター分けしてたぐらいだから好きだったんだろうけど、猫出すのがためらいなかったんだろうけど、そう、なんでだろうっていう髪型をよくしてました 今ふと思うっていう、そう、ふと思います。不思議、小学校ってそう考えると不思議だよね、小学生って不思議なことしてたよねって感じる。なんかさ、あ、これはでも中学校でも時々やってたんだけど 中1までですね、中1までやってたんだけど、時々ね、中1、あ、でも小学校の時も時々なんだけど、そのさ、荷物あるじゃないですか、荷物をじゃんけんして負けた子がここからここまで持つっていうのをなぜだかやってたっていう、それも不思議じゃない、よくよく考えると。だってさ、自分が負けたらさ、大荷物になっちゃうじゃん。もちろん勝った時は荷物なくて楽ちん楽ちんだけどさ、負けた場合のこと考えてなかったよね、絶対 今こう考えると、ね、考えてないよね絶対。そう、なんかね、ほんとなんか中1ぐらいまで面白いよね こう見返すと自分を、面白い、やってましたね。いやー、みんななんか不思議なことやってませんでした？何か、あと何かあるかな。もういろいろありすぎてるかもしれん、ありすぎてるな。なんかジャングルジム鬼ごっことかもやってたもん 今じゃ絶対考えられないと思って、ジャングルジムで逃げるってえって今じゃ思うじゃん。でその当初全然逃げ切れてて、ああいうジャングルジムで10人くらいでやってるのもう行き場もないよね、今じゃこう考えると。でもそれが楽しいんだよね、多分行き場がないぐらいがちょうど楽しい時期 面白いよね、なんかね、不思議だよね。
そうだってさ、逃げたら逃げた先にも絶対仲間がいて絶対逃げ切れないじゃないですか。だけどやってるっていうね。そう こう考えると不思議。本当になんかそう、小学校にジャングルジムがあってそれで遊んでた。あと遊具鬼とか、そう遊具から、その地面に10秒以上降りたらもうアウトみたいな。そう鬼が来て10秒以上地面にいたら鬼交代みたいなのもやってて、今こうよくよく考えるとすごいよね すごいよね、本当に。本当。あ、そう、普通にね、通るところに秘密基地作ったり。確かに、これもわかる。あと、なんかさ、あ、いや、あれあったな。その、愛の小学校、すごい人数多くて、そう、人数が多かったんです。中学校も多かったけど。そう小中ともに多かったんだけど、まあ、小学校の時に笛鬼やってたんですよ。行間休みとか昼休みとかにやってて、なんかさやっぱりいろんな学年とかいろんなクラスの子がやっぱグラウンドで遊ぶじゃないですか。だからもう誰がどのクラスの子か分からなくて、時々全く知らない方をタッチしてしまうことがあるっていう、これあゆあるあるかも、あゆだけかもしれないそれは なんか多分後ろ姿とか格好が似ててポンってタッチしたら全く知らない方だったみたそうありません、本当にあるんですよね、本当に、あごめんなさいみたいになっちゃう、あすいませんそうでも本当に笛鬼とか鬼ごっこ系得意で、笛鬼なんかクラスみんなで会った時とか、そのなんかお楽しみ会とかも愛のクラスなぜだか月1ぐらいであって そうお楽しみ会が月1ぐらい、半年に1回とか月1とかなんかそんな感じで結構あって、そうなんか笛鬼やった時にクラスみんなで、あゆね最後のなんか40人くらいいたんですけど、1クラス305人から40人くらいまでいたんですけど、中の5番目ぐらいまで残ったことあって、すごくないですか？5番ぐらいかな、すごくないですか？鬼最初2、3人から始まってどんどん増えるんですよ、増え鬼だから。そうもうその時自分でも感動した、こんな隠れた才能があったとはっていう。そう足速かったんですよ。今はちょっと速いか分かんないけど、走んないからそんなに、コンサートぐらいでしか走ることないじゃないですか。なんだろう、あなんか次ここから出なきゃいけない、急がなきゃみたいな時ぐらいしか、そう急いで急がなきゃみたいな時ぐらいしか走ることがなくなっちゃったから、そうもう自分の足の速さがどのくらいか分かんないんだけど、そう足速かったです 速かったですっていう自分で言う。そう早かったんですよね。そう足速いんですよ。そうなんかそう早かった でもさ、なんか小学校の頃あれ欲しくなかったですか皆さん、俊足。あ、欲しくって俊足でも違う、なんで欲しかったかって靴が可愛いとかじゃなくて、ただただ足速くなりたいっていう、その 足をもっと速くしたいっていう願望から俊足が欲しかった、そうっていうそんなね感じですよ。あー15分経った、じゃあもうちょっとだけお話ししておしまいにします。そうなんですね、俊足。でも本当は速くなったのかな、あれ。結果、多分俊足は測らなかったんですけど、速くなるのかな、俊足で。ね、わかんないけど。でもなんかバネが入ってるんだよね、確か靴に。それで速くなる、みたいな。
噛んじゃった気がする。そうっていうね、そんな瞬足履いたことがないけど履いてみたかった見たかった。うん、そんな感じで、そうバネの力でなんか足が前に出るみたいな、早く、その普通の靴より、こう普通の靴がこんぐらいだったとしたら多分バネの力でこんぐらいになるみたいな多分ね、そんな感じだったと思うんですよ。そんなちょっと覚えてないんですけど、そう履いてみたかったね。でもね、結果ほんと速くなったの。なんか最初小1の時どのぐらいだったかな、11、10ぐらい、遅いじゃないですか、まあ、小1だからそんなもんなのかな、でも遅いじゃないですか。で結果多分中3の頃は8秒台ぐらいになったよ。8だね、8秒台になってた。え、すごい縮まったと思いません？ 8ですね、8秒台になってた。そう、びっくりしたびっくりしたっていうですね。そんな感じでした。そんな感じで、じゃあ15分経ったのでランキング発表をしたいと思いますすごい今日はなんだろうね、運動みたいなお話でしたそう、早かったんです、足速くて幸せ。じゃあランキング発表をしたいと思います。13位スタンフラッシュさんありがとうございます。12位 YK さんありがとうございます。11位ユータロンロンマンさんありがとうございます。10位クレアキさんありがとうございます。9位人生方向音痴さんありがとうございます。8位シンさんありがとうございます。7位ソングクーさんありがとうございます。6位サイカちゃんありがとうございます。5位カズヒトさんありがとうございます。ごめんなさい、ありがとうございます。4位カンさんありがとうございます。3位湘南の空さんありがとうございます。2位あーちゃんありがとうございます。1位カモンさんありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。またやったら見に来てください。ありがとうございます、ありがとうございました。バイバーイ、バイバイ、またねー。